ところですけども、今日はね、ピクルス作っていきます。このピクルスがね、とても好評で、僕自身もね、とても好きなピクルスなんですけど、今日はそれはね、やっていきますんで、早速、やっていきましょう。はい、ではまずね、野菜の切り出しからやっていきましょう。はい、ではまずね、きゅうりからやっていきます。きゅうり、まずね、この上と下のヘタの部分切り落としていって、で、ピーラー使ってね、4方向皮むいてあげます。で、皮むいてあげることによってピクルス液がね、染み込みやすくなるんですよね。で、むけたら、今日はね、この瓶に入れていくんで、瓶に入る長さにね、切っていきます。4等分でいいかな。そしたら、4等分にしてあげて、で、さらにね、これを半分の半分、また4等分ぐらい、このくらいの大きさ。はい、そしたらきゅうり終わりましたね。そしたらきゅうりはね、こっからちょっとボウルでも何でもいいんですけど入れてもらって、で、ここでちょっとね、お塩振ってあげて、きゅうりが持っている水分をね、ちょっと出してあげる。ちょっと混ぜ込んで10分間放置してあげてください。はい、ではお次にね、パプリカ切っていきましょう。パプリカ縦半分に切ってあげて、まず種ですね、種取り外してあげましょう。はい、ではパプリカ種出せたんで、程いい大きさに切っていきましょうか。一口サイズだったらどのくらいの大きさでも構わないので、お好みでね、切ってあげてください。きゅうりとね、同じぐらいの大きさがいいですよね。大きすぎず小さすぎず。よし、パプリカも切れた。で、最後、ペコロス。玉ねぎでもいいんだけど、ちっちゃいペコロス売ってたから、ペコロス取ってきちゃった。で、ペコロスね、まず皮、見ていきましょう。はい、じゃペコロスも剥けましたね。そしたら、切っていきましょうか。ペコロスもね、同じぐらいの大きさで、切ってあげてください。縦半分の8等分ぐらいかな。8等分でちょうどいいんじゃないかな。うん。はい、じゃあね、ペコロス切り終わりましたね。ペコロスね、この後一回ボイルします。ボイルしてちょっと柔らかくしてあげてから漬け込んでいきます。他にもね、人参とカブ、ね、ピクルスにする場合は、一緒にね、ボイルしてあげます。1分間ほどね、一回柔らかくしてあげて、でそこからね、漬け込むんだけど、今回はね、ペコロスだけなんで、でこの子たち一回ちょっとボイルしていきましょう。沸いてるお湯の中に、ペコロス入れてあげて、1分間ほどでいいんでね、1分間火通してあげましょう。そしたら1分経ったんで、揚げてあげましょう。
で、きゅうりも10分間ね、経ったので、塩気、水でね、洗い流していきます。じゃあまずはじめに白ワインビネガーを150入れます。はい、白ビネ150で、白ビネと同量のお水、水も150。はい、お砂糖が 27g、で、お塩13。塩が 13g の計。で、ローリエ1枚。オレガノをパラパラ。で、粒のブラックペッパー4つ。よし、こんなんでいいでしょう。これをね、一回火にかけて全部ね、溶かしていきます。沸かしてる間に、瓶の中入れていこうかな。瓶ちょっと2つじゃ足りないね。もう2つぐらい持ってこようかな。よっしゃ、追加ね。瓶追加。4つ。瓶用意したけど、ちょっと。できらん。どうしよう。もうちょっとぎゅうぎゅうに入れようかな。ちょっとパワープレイ。ちょっとパワープレイいきまーす。ちょっとね。入りきらん。その前にピクルス液足りるかっていうところよ。ちょっと。これ。どうかな。入るかな。よし、いけたよ。全部入った。ぎゅうぎゅうだけどめちゃめちゃパワープレイ。そしたらね、多分足りると思うんだけど、入れていこう。よっしゃ、いけた。いいんじゃない？良さそうだね。よし。蓋をして。はい、ピクルスね、いい感じに出来上がりましたね。瓶にも入れて、可愛らしく、できたんじゃない？今回、ピクルスね、だいたい作って、一晩、寝かせてあげてね、次の日ぐらいかな、食べ始めてあげれば、美味しくね、使ってるんじゃないかな、なんて思います。今回、可愛く瓶に入れたんで、何個かご近所さんに配ろうかななんて。今回ね、ちょっと実食編はなしということで、ピクルス、美味しそうだなと思ったら作ってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日はね、簡単にピクルス作っていたんですけど、このピクルスがね、僕今まで食べてきたピクルスの中でも、結構断トツに美味しくて、で、マリネ液もさ、結構簡単に多分ね、材料を混ぜるだけだから作れるし、野菜に漬け込むだけだし、とっても簡単にね、作れるんで、よかったらね、真似してみてください。という感じで今日の動画ね、この辺で終わりますんで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。